どうもガードマンです。どうも MI です。まあこれ本当なんですけど、はい、MI の調子が悪いっていう。そうですね、かなり調子が悪いでお腹が痛い本当に調子が悪いんです。今それ個室天心じゃゲームしてゲームじゃないです。まあ、ちょっとね、MI の調子がめちゃめちゃ悪いというか、そうなんですよ。これちょっとまずいなって思ってて、はい、この調子やったら、なんかあったんですよね最近ですと、はい、もうガチで1週間やったんですよ。そのせいで肩外れそうになってんの。それもあるね、はい、最近ガチ金縛りが、はい、もう週に 2,3 回あります、はい、お払いも行ったんですよね。行ってるんですけど、ね、なぜかなんか言われたんですよね、そこで。そこで、はい、何について言ったんですか。その男性の例が3、はい、こことこことここに。いや、ケンベロスそんな、こんなことある。肩とか、足とか、その背中とかやん、大体、はい、でガチは、なんか足らへんになんかまとわりついてる感じがしたいということで、はい、今日払ってもらいましょう。そうですね、もう悲しみ悩んでるんで、お呼びしていいですかね。あ、もう早速、はい、あ、すいません、じゃあ来てもらっていいですか。よろしくお願いします、今日は。はい、よろしくお願いします。すいません。歩き方ありがとうございます。どうぞ。すいません。すいません。こんにちは、お越しください。霊媒師のみつこと申します。お願いします。いや、そう、お前言うじゃん。そうじゃん。じゃあ、それは。山ちゃんが一歩前に出た方がいいんかなと思って、その大丈夫です。大丈夫、はい、大丈夫です。本日ね、みつこさんに来ていただいたんですけど。ありがとうございます。払う方のお仕事をされてる。人間についたのを取り外すっていう、そのお仕事を40年ですね。40年。ただ払うときに、はいはいはい、私の体に来るんですよ。ああ。今はお体は大丈夫なんですか。いや、なんかさっきからね、ずっとなんかここら辺が痺れてるんですよ。マジですか。救急車呼びます。いや、そこまでではないです。こっち半分っていうことは、はい、ひょっとして。あ、たくさんついてらっしゃるんじゃないですか。僕にいいですか。払ってもらった方がいいかな。え、そう、ほんまに払えるんでしょ。呼び出したので。過去にやっぱすごい人とか、その40年もやってるから、なんか有名人の方とかはもちろん。あ、もう全員いらっしゃいますね。それはもう僕直接聞きましたね。名前は聞かない方がいいですよね。名前は P 入ると思う。ビールたきさんとかですか。いや、それその P じゃないんだろう。P 入るって名前も P 入るそれ直径ってる名前じゃない。歌手で言うとさんとか、はい、あと役者出たピエール滝さんとか入ってるやん。分かんないんですよ、正直僕言って。その日本どう見えてるんですか。疑ってるんですか。疑ってるっていうか、その普通の人間じゃないですか、お互い。あ、今は人間ですよ、私は。後で人間じゃなくなるんですか。あ、そう、前世が見えるんですよ。あ、そうっすね。前世を見えるって。あ、じゃあまずちょっと僕からお願いもうやっていくんですか。そうですね、していいですか、はいはい、どうですか、ね、何を、はい、何を一番知りたいですか。僕前世とかちょっと知りたいですね。前世、はい、あっちこっちに行ってらっしゃいますよね、神社とか。あ、めっちゃ行きます。なんかいろんなものついてますよ。ついてるんですか。厚み半分にそういうところには行かない方がいいんじゃないかなとは思います。確かに。あ、その心霊スポットとかってことですよね、うん、そうですよ。あ、神社もね、集まりやすいんですよ。なんか行ってた、京都旅行で。京都も最近だし、八重島も行きました、ね、屋久島。屋久島、なんで間違えた。行くのが好きなんですかね。っていうのは、はい、前世の話になりますけど、はい、やはりそういった僧侶とか、はい、そういったことをされてたんじゃないですかね。あ、なんか僕も全然それ思ったことあります。あります。なんか霊とかついてるとかは。いや、だからその いろんなもの行かれるから、やっぱり寄ってくることはあると思うんですね、うん、でもそれはずっといるんじゃなくて、はい、腹へ、まあ、落ちていきます、そういうもの。あ、めちゃめちゃ良かった。ありがとうございます。じゃあちょっと山ちゃん見てもらおう。お、いいですか、うん、お願いします。気になってること、まあそうですね、はい、あります。それは言えませんよね。まあそうです、あんま表沙汰にはできないっていうか、うん、はい、ずっと心の中に持ってらっしゃる。そうですね、
はい、それはいいように解決したいですよね、もちろん。そうですね、できるなら、うん、はい、言われるのがマジだえ、その前世とか、あ、確かになんか前世とか取り付いてるのは教えてほしいです。僕も一緒に行ったりしてる、その心霊とかを一緒に行ったりして、もちろん半分のところもある、はい、うん、やっぱりそれは良くないと思うんですよね、はい、興味本位、皆さん若い方っていうのは興味本位で行かれてますけども、できるだけやっぱりそれは避けた方がいい、はい、っていうことと、あと日本人じゃなかった前世が、そうです、何人ですかね、何人、なんかスポーツされてます、今、あ、まあ、今、まあ、昔やってて、はい、何されてました、野球やってたんですけど、うんうん、野球だけ、そうですね、野球だけ。泳ぐのはどうですか、あ、泳ぐのも昔スイミングスクールとか、怖いんやけど、出てて、全然得意です。え、得意でしょ、今日もやってた、ガチで、あの、あったやってたの、そのそれメダカとかバッチもらってやってて、すごすぎへん、あの泳ぐ才能がとても割だった過去があります、はい、です、それは日本人じゃなくて、うん、あの外国人として、だからもっと本性、それ、はい、泳ぐ方で才能があるかもしれない、どうですか、確かに泳いで泳ぐ才能があるんですか、スイミングもね、はい、そうです、早かったね、確かに、そうです、結構普通に泳げるクロールとかですよね、ガンガン、はい、じゃあなんか例ついてるのとかあります、今、はい、はい、女の子たくさん泣かしてる何笑ってんの、マジで話聞けよ、ちゃんと泣かしてんのお前、こいつ泣かしますね、そうですね、はい、そう、あのね、こいつ最近あれですね、うん、女の子たくさんっていうか小学生とか中学校時代に、うん、その女の子を山に埋めてるんですよ、え、どうちゃうの、ちょ、まあ、普通に聞いてたけど出すなって言ってんじゃん、あ、どういうこと、あ、埋まるぞ、今日3人増えんぞ、山埋めんの、さゆりちゃんのこと、え、なんかついてんのは女の子がついてるんですか、あ、生き霊ですよ、あ、生き霊、え、最近こいつあれです、あの、ほんまにやめるやな、いや、シーシェイさんで、おい、それ取ることは可能なんですか、落ちていくんですか、そんなに簡単にできるものではないです、あ、そのだから、そのこの場ではちょっとできる、で、そう、うわ、これ、あ、これもう信憑性えぐいわ、うわ、でもよかった、山内、じゃあ最後、エマイ君、すいません、ありがとうございます、いや、これか、まあ、基本が大変よ、ま、スポーツって当たるからな、いや、けど、僕、スイミング疑ってるわけとかじゃなくて、俺も失敗してるからさ、え、けど僕のスイミングって絶対当たんないですよ、誰も知らん、言ったことない、俺も知らんかったもん、ほんまに、見てもらっていいですか、すいません、お願いします、前世をまず日本人じゃなかったね、はい日本人じゃない、なんか一回僕は見てもらったことあるんですよ、あ、そう言われたの、言われた、前世何かは一回言われたことある、 なんて言われたんですか、メダカって言われた、それはおかしいですよね、一応人間じゃなかったって言われたんですよ、人間は人間に輪廻転生するんですよ、そうですね、俺言われたんですよ、これガチで、メダカで探すそれはどうなんでしょうかね、あの私は違うと思います、でやはり人間は人間です、なんでこそだったの、僧侶ですから、そうですよね、前世かね、だから前世は音楽をされてた、え、何かジャマイカで音楽されてる、髪の毛に引っ張られてるんです、一番僕音楽は今してない、全く、いや、でしてます、してます、ああ、そう、曲とかは配信はしてるんですけど、そうなんですか、はい、やる配信をスタートするんで、曲、そうなんですか、で、音楽ずっと聴いてるから、まあ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 、まあ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 、そこはまあまあ、体がしんどいってさっきおっしゃったじゃないですか、はいはいはい、だから、それって長いですか、結構、まあまあまあ、長いですね、1年、もう経って半年ぐらいかな、腰が痛いだけかと思いますね、腰、はい、前世か、前世が腰ではないですね、え、そこについてるんじゃないですか、腰のあたりぶら下がってるとか、え、怖、え、ついてるんですか、ちょっと見てもらってどうですか、ちょっと後ろ見てください、はい、
イドル行きましょう。どういうことですか、言えません。ちょっとここでは言ってください。ここではちょっとカメラが回ってますし。あー、これガチっすね。どういうことどういうことニュッキュニュッキュついてるかついてないかだけでいいんで言ってください。ついてます。ついてるやろ、それカメラ止めてついてないって言ったらおかしいやん。最近ちょっと悪い場所があるんですよ、体のところ。日頃鳴ることないのに、どこかわかります？日頃鳴ることがない、問題じゃないから。これバッチリ当てられたら正直もう信用するしかないなと思うから、この質問は一個だけでもいいから質問させてもらって、そこに例がついてなかったら見えへんからね。生体じゃないから。そうか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 。ついてるのは僕何体なんですか？1、2、3、4、5。ほんまに数えてるから。そこ体を、みつこさんのとこに行ったら全部なくなるってことですか？それはでも修行は大変ですよ。修行打たれたりね。やっぱり朝早く起きて断食しながら。断食せなあかんすよ。いやでも俺も言われたですよ。なんか運気悪いからその1年間の来年寺みたいなところに通いなさいな、朝みたいな。ガチに言われて。ガチ言われて、いや無理やろって言いました。お墓参り行ってます？行ってないですよ。ないですよ、お墓は。お墓ないんですよ、僕。もう親がその路上生活者で。誰だよ。その家はあったわ。悲しい覚悟は。ちょっと応急処置としてちょっと払ってもらえたりとか。いやそうそう、俺この場で結構除霊されできるんかなと思ってたから、ちょっと期待してたのに。応急処置だって滝行とか、ね、断食断食とか中途半端にね、それをするとね、かえってよくないんですよ。ものっすね。いやでも前の霊媒師と全然違うでしょ。なんかもう確かに言ってることとか、はい、落ち着き感とかが全然違う。でも前の霊媒師もとりあえず払って金みたいな感じでしょ。そう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 。先生みつこさん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。いろいろお話できて、素晴らしいお話できて、もうほら深々と一例がすごい背筋が、あ、祈ってくれてそうは、ルローニケンジ。ルローニケンジじゃない。もうええってん。服装別地図とか持ってはってなかったから。いや、そういうのじゃないって。私はね、数珠がね、パーンと弾けるんです。危ないってことや。あれは、守ってもらわないといけない人たちがするもんなんですよ。あ、守る側の人間。私は、みつこは守ってる。みつこって呼んでる。みつこ